皆さんこんにちは。1.4 でのアップデートが行われたので変更点やするべきことを紹介していく動画です。ってことで、追加要素1個目ですが椿の錬成ですね。こちらは工場イベントとなっていて、期間に制約はありません。ですので、ゆっくりやるのがいいと思いますが、50日あるアップデなので、期間全体で見ると逆にすることがあんまりないとは思います。そして、テーマイベントについてです。こちらは、合計で1200星超え。武器スキン、配布武器、などなどがもらえるイベントとなっていて。イベントはかなり長めで、イベント自体は今後のバージョンも残ります。ただし、期間限定報酬については今回だけなので、忘れずに終わらせておきましょう。配布武器についてはイベントストーリークリアでもらえる見込みなのですが、解放が日数経過となっていて、投稿時点では最後までいけませんでした。ただ、16日以降は最後までいけるようになっているのかな。まあ、一気にやらせてほしい感じはありますが、少しずつ消化すると嫌でもやることが残りやすいので、期間の長いアップデだと英断かもしれませんね。ちなみに、再入場はできないみたいなので、演出とか録画したい人はお忘れなくですね。あとはイムリンクがメインで使えるイベント。エイヤの再来については全部クリア後に解放です。ですので、本格的な TOTOお試しとか、イムリンクとかはエイヤの再来に期待ですかね。あんまりイベントでは使わせてくれなかった。そして、閉ざされしメイム。これめちゃくちゃバタバタ走るよバタコさんムーブでしたね。長身キャラだとモーションがかなりたくましいので、低身長キャラが一番違和感ない感じします。これはちょっとモーションが気になってしまいましたが、重要なのはゲーム体験なので仕方ないかなって感じ。ただ、とうとうとかベースな感じは結構あるので、とうとうに近い身長キャラの方がやっぱり適合性がいいのかなと思いました。イベントについて余談ですが、今回は久々にプレイアブルキャラが NPC として戦ってくれます。イムリンクも専用ボイスがついているっぽいので、本編にも出てくることに期待ですね。続いて、強撃作戦無双版1。こちらは、新しいエンドコンテンツのベータ版だと思います。いつか来てたイベントの親戚ですね。敵を倒すことで進めていくイベントで、逆境浸透とは違って、別枠としてのエンドコンテンツになることに期待ですね。こちらは、レベル80未満のキャラや武器は80まで自動アップしてくれます。ついに真相空想秘境以外で、固定レベルアップコンテンツが来ましたね。ただ、ステージバフとかはあるので、そこは一応意識していきたいですね。イベントについては、ガチャ単位で切り替わりっぽいので、後半ガチャまでに行けるところまで進めるのがおすすめです。後半は内容が刷新される見込みです。続いて、メール連携です。連携すると星越えとその他素材がもらえます。アカウント管理的に連携は大事なのでやっておきましょう。みんな大好き配布イベントも来ています。7回ログインして全部受け取りが可能です。期間はまだまだあるので余裕で受け取れると思います。そして、ガチャ更新も来ました。ガチャ期間は約1ヶ月間でかなり長め。後半の復刻組は椿より1週間くらい短そうな感じかな。続いて、バージョンアップに伴いショップもリセットです。ガチャのおまけで再びガチャチケットがもらえるようになっています。とりあえず、限定チケット系は優先して交換です。課金系も復活です。援助系は課金してガチャ回すならお得なので購入推奨です。EXP 支援系は、スタミナに意地悪なら価値があるのかなって感じ。ある程度あるなら残り48日くらいのやつは価値あります。続いて、インリンのテキスト修正です。線の顔を持つ及び罰のマークのダメージタイプの表記が追加。この調整は実際の効果に影響しません。で、今更なんですが、インリンの銃撃の共同攻撃ダメージってスキルダメージ扱いだったのね。勝手に銃撃だと思っていたんですが、やっぱりはっきり明記してくれないと紛らわしいですね。まあちゃんとスキルダメージキャラって書かれているのでそこで判断って感じだったのかな。そして、固有スキル2ですが、罪のマークのついた敵に対して、スキルの再発動の方を命中させるとトリガーとは書かれてます。今まではスキル、通常4スキルってやらないと発動できなかったんですが、修正されて、スキルでも攻撃力が 10% 上がるようになりました。ワビー氏も来ていたので、モーション改善の修正とは違いそうですが、半年かけてようやく修正ですね。続いて、真相空想秘境も更新されています。今回はかなり規模アップって印象です。というか難易度が普通に跳ね上がっている気がしますね。素材交換はいつも通りですが、今回は武器スキンもあります。難易度4以上解放で、一部は難易度5以上をクリア。難易度5については、後日解放なので現在は難易度4までしかできません。スキルツリーがとんでもなく増えている都合上。
結構周回することにはなりそうですね。一応難易度についてはこんな感じ。1週間ごとに1個ずつ解放されていく感じですね。また、今回は途中で素材報酬の受け取りができます。お試しキャラは消滅主とアルト以外全員参戦です。報酬受け取りは特産品と雑魚素材ですね。ブドウホオズキがピックアップされているので。かなり先ですが、とうとうの準備するならブドウホオズキになるのかなって。こちらは個別に動画作る予定ですが。攻略重視なら亀の恩返を選んで。難易度4以上の夢作りミームは、左の緩和のやつを選びまくればクリア自体はしやすいかな。ですので、挑戦するときはお忘れなくです。続いて、逆境浸透の仕様変更です。逆境浸透から退出せずにチーム詳細の確認及びチーム編成を行います。ってことで、続けて挑戦して変更する場合でも詳細が見れるように。これまではなぜかできなかったので、嬉しい調整です。続いて、敵の2属性表示可能に。スカーが2属性持ちなので2属性耐性が判別しやすく。今までは消滅だけだったので、解説耐性はパッと見だとわかりませんでしたね。続いて、ボスや無音クエの直接ワープです。アップデート後に倒したボスや無音クエ直接ワープできます。アプデ前に倒してても再度倒す必要があります。ですので、一応そこは注意かもしれませんがかなり便利になりました。絶妙な移動時間があったので、そこが解消された感じ。まあ、ゴリラは元から近かったので、主に他のボスで恩恵ですかね。無音区についても直接ワープがかなり熱いですね。続いて、拾った恩返の詳細表示。画面左にセット効果、メインステ、サブステがわかります。ここで言うサブステは、コストごとに固定化されているステータスの話です。チュナを使ったサブステの話ではないので一応補足。5レベル育成も解放されました。5レベル単位で素材自動投入、5は強化済みの恩返もそこに含むかの設定ですね。注意点として、素材なんですが手動の方が基本はお得です。まあ、5レベル育成の話に限るかもしれませんが紫に緑1で4500です。紫と金は無音区回せば手に入るのですが、緑は宝箱や竜のホタル石の合成のみなので、緑がない場合は5レベルだと確実に一部強化します。ですので、クリティカル系を1個出してから20とかまで上げるやり方の人は、絶妙に損しやすいので注意かもしれません。めんどくさい人はそのままでいいと思います。ただチリツモで損はしていくので知っておくといいかもです。群生地機能が拡張されました。特産品以外も一部対応で植物採取などしやすくなります。そして、挑戦中敵が密集しやすくなりました。競争領域仮想訓練における敵配置の改善敵がより密集した状態で出現する。ってことで、まとめて倒しやすくなっています。椿使うとかなりちょうど良い配置ですね。そして、スタミナ2倍消費と受け取り画面の調整です。一気に消費できるようになったのはかなり便利。あとは受け取りが縦2列になりましたね。最後、その他グラフィック関係です。全体的に処理のバランス調整が施されています。順当に重さ改善は進んでいっている気がしますね。ってことで 1.4 の修正についてでした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。